今回紹介するのは「私の猫たち許してほしい」「ちくま文庫という本です。猫のこと好きだった男の子のことを綴ったエッセイに特に感激しました。彼女にしか書けない文章だと思います。それでも星4つになってしまったのは解説の高橋尚子さん。 マラソン選手ではなくて高橋源一郎の3番目の妻の文章があまりにもひどいからです。ファンだと自称しているならもうちょっと魂の入ったものを書けばいいのに素晴らしいエッセイ集にこんなものをつけるのははっきり言って冒涜だと思います。この人の文章を肉から出る言葉とある詩人は言ったそうだが。 自分が体験してきたことへの鋭い感覚と鮮明な記憶に彩られていて読みやすい文章であってそして鋭い洞察に満ちていていつも私はハッとさせられるこの本の章の一つのスクワーズヘルズ「黒い心」はドイツでの体験に基づいている話だが私はいつもこんな心の持ち主 佐野さん自身もこの心の持ち主に惹かれてきたんだなぁと改めて感じたわけです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。